どうも、ついちゃんこと、ついのぞみです。今回はですね、私が、今まで皆さんに言えなかったんですけど、ずーっと、あるね、ことをやりたくて、まず一人でずっと考えてはいたんですけど、考えても考えてもできないんですよ。一人じゃできない。考えてもできないことなんですけど、今回は、私のね、やりたいことに向かって行動を起こさないと、もう何も始まらないって気づいたので、今回は、あるところに向かっております。なので、正直、本当に不安しかないんですけど、まあ、人生一度きりしかないし、やりたいと思ったら、やっぱり、諦めたくないので、今からねちょっとある場所に向かって私のね夢を叶えたいと思います。なので行ってみよう。レッツゴー。スジチャンネル。はい、到着しました。じゃん、こちらがショップリストさんのエントランスになってるんですけども、すごいのよ、すごいのよ、見て見て見て、キリンがいるの。めちゃめちゃ可愛くない？もうね、超リアル。顔じゃん。私の身長この辺だからね、この辺からぐーっと大きいキリンがいる。めちゃめちゃおしゃれだよ。ここにはほら、かわいいな。すごいね、たくさんの動物がいるよ。おされおされおされです。こっちもこんな感じで落ち着いた大人な空間って感じ。おー、すごーい。こんな感じで多分コンセプト的な感じの文字が入ってる。ドキ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 。ちょっと本当にすごい緊張するけど、早速行ってみたいと思います。めっちゃ緊張するけど大丈夫、大丈夫なはず。頑張ります。オートロックなんで。よろしくお願いします。すいません、ついのぞみです。今日はよろしくお願いします。はい、す, すいません、なんか急にオートロックしてしまって申し訳ないです。ありがとうございます。お越しいただいて。ちょっと今日はなんか社内を案内してくれる、はい、ということなので、はい、ぜひぜひ。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、はい。一応ここにショップリストの方の、社員と、基本的にその運営をしているチームがいるっていう形です。めちゃめちゃ広いです。イベントスペース。すごい。すごい。もう売れないんですね、こういうの。そうですね。もうなんかごめんなさい、普通になっちゃってて。いや、もうめちゃめちゃびっくり。リアルだし。向こうにラクダが。ラクダが。これは何？うわ、何でしょうね。僕もちょっとわからないです。恐竜？いや、多分鹿か何かだと思います。すごーい。あ、本当だ。こっちに。急にあるよ。どういうこと？やります？やりたいです。全然関係ないけど。続きます。やばい、楽しい。すごいね。めっちゃ綺麗。え、これマジでリアル。
めっちゃゴリラ撮るじゃないですか。すごいよね。おお。めちゃめちゃ大きい。スマホすごい使えるので。一応コンセプトとしてこのショップリストをクルーズ全体でなんですけど、はい、あの世界をもたれかけて行くぞっていう。でかいよ、もういろいろびっくり。なかなか羊すごい。こっちはカフェスペースで、まあ、ご飯食べたり休憩したりっていうスペースで、はい、ワク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 。物によってこうモードとかそっちカジュアルっていうのがほんとだ、すごい。いろいろコンセプトに。違うコンセプトだ、はい、あとお水とかも。お水が、お水がこれ差し上げます。ありがとうございます。見て、おしゃれ。ありがとうございます。おしゃれです。毎日の中に一つにショップリスト。ありがとうございます。ここいいな。仕方だって、仕方の正面やばいよ。パンチが、パンチがあるよ。いいじゃん。いいなぁ。こんなところでお仕事、素敵です。ありがとうございます。ちょっと代表のお時間が今、取れたみたいなので。怖い。やばいぞ。大丈夫、大丈夫。どうしよう。いいよということで、行きましょう。行きましょう。行きましょう。熱意伝えよう。やりたいんだよ。やりたいんだけど。やりたい気持ち伝えよう。やりたいんだけどさ、いや行ってよ誰か。いやもうそれはもう行こう。ストレートに。失礼します。すいません、初めまして、辻のぞみです。すいません、お忙しいです。いえいえ、とんでもないです、とんでもないです。早速なんですけども、はい、正直私、あんまりお話しすることが苦手なので、単刀直入にお話しさせていただきたいんですけど、はい、私のアパレルブランドをショップリストさんで立ち上げてほしいなと思いまして、はい、今回ちょっと時間を作っていただきました、なんかあれですよね、お子さんも4人いらっしゃって、はい、一番下の子が一番下の子がもう2歳です、ね、はい、さっき聞きましたけども、あのうちもちょうど3歳あのこのそうなんです、ね、1月で3歳になります。男の子、あ男の子、はい、あ嬉しい。うちも男なので、ね、その子育てをしていく中で、まあ、ファッションとか、うん、やっぱり洋服って普段こう毎日脱いだり着たりとかしていく中で、うん、やっぱ私の結構周りでそのイヤイヤ期とかに洋服を着るのもこう逃げてイヤイヤってしちゃう子もすごく多い中で、もっとそういう困ってるお母さんとかに楽をさせてあげれるものが作れたらなっていうことだったりとか、子供がね服とか着るとまたいろいろ着せたくて可愛くてもうね、あのいろいろ着せたくなっちゃうんですよね。はい、でたまにもう今ぐらいになると、うん、うちなんかもこの靴がいい、あの靴がいい、はい、あのこれは嫌だみたいな一応にあの選ぶようになって、はい、そうなんですね、はい、とても我が強くてですね、あの僕に似てるのかな。でもお父さんね、お仕事を見て、はい、ねやっぱ興味もね、持ってもらえるといいですけどね、絶対に継がせるつもりはないですね。あ、そうなんですか、はい、子供には子供のなんかこう目標を持ってやってほしいのと、なんかいきなり2代目で企業ついちゃうといいことないですよね。はい、あの僕が作ったみたいな感じなんですけど、お前じゃないっていうことで、で男には自分でやっぱり稼げっていうふうにね育てたいなと。かっこいい。それを私に使っていい。息子に使わずに辻さん立ち上げるブランドに使っちゃいますかってことで、使っていただけると。なるほどなるほど、わかりました、わかりました。本当ですか、はい、いいんですか。いいですよ、もうお子さんもいらっしゃるし、はい、すごく、ね、子供も可愛がってらっしゃるし、きっといい、ね、服が出来上がるんだろうなっていうふうに思うんで、
頑張ります。辻さんの夢に協力させていただきたいなっていうふうに思います。ありがとうございます。はい、じゃあその流れでっていうのもおかしいんですけど、CM とか CM? CM ですか。あ、そうですね、あの夢を大きく持っていきたいなと思いまして、はいはい、それはそうですけど、辻さんはずっとテレビに出てらっしゃった方なんで、はい、分かると思うんですけど、 CM ってものすごいお金がかかるんですよ、はい、池シャシャと。すいません、いやでも、ま、私も道の初対面なのに、ごめん本当に申し訳ないです。ただあの私もできる限りのことを、うん、まあ、いろいろあの SNS だったりとかで発信していくので、はい、うん、夢ですね。ですね、はい、夢は大きく叶えた方がいいですよね。ね、やるなら、はい、CM とか CM とか、うん、CM とか。お金かかる、お金かかる、お金かかる。在庫でお金かかって、CM にお金かかって、いっぱいお金かかりますけど、そうですね、はい、まあ、夢は大きく、はい、あの羽ばたいて、はい、実現に向かった方が、ね、成功した時が、はい、やっぱり周りの人も、はい、子供も喜んでくれる、世の中の、ね、はい、お子さんが喜んでくれると思うんで、ぜひいい服を作ってもらえればと思うんで、はい、まずはじゃあ、ね、あのオフィスにあった太鼓を叩ける日ですね。楽しみに、はい、頑張りたいと思います。わかりました。じゃあぜひ辻さんにいい服、可愛い服、世の中の人が、うん、世の中のお子さんが喜んでくれる服を作っていただけるということを前提に、はい、辻さんを応援したいなと思うんで、ブランドと、はい、CM ですか。はい、はい、やってみますか。お願いします、はい、その代わりたくさん、はい、いろいろ考えていい服作ってもらえればと思いますね。頑張りたいと思います。はい、やりましょう。すいません、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。お願いします。どうしようどうしよう、もうやばい滝のようになんかもう私サーモグラフィーで見たら今真っ赤だった。どうでした。全然お腹が空かない。ランチ時ですよ。そうですよね。なんだ、胃が固まってるよ。久しぶりに緊張したな。久しぶりに、もうなんか熱が出そう。ちょっと待って、本当正直あんまり覚えてない。覚えてないけど、伝えなきゃ伝えなきゃっていう思いが強すぎて、ちょっと単刀直入すぎたかもしれない。大丈夫かな。でも OK もらいました。 OK もらいましたね。これはマジで本当にちょっと自分から言っちゃったからにはちゃんと責任持ってやり遂げないといけないと思います。とりあえずでも本当良かった、良かった、良かった、クリアだった。なのであとはもう頑張るのみだと思います。伝えることは伝えました。よろしく。